アンドレイ・ステパノビッチ・バキチは、ロシア帝国、白軍の軍人、中将。ロシア帝国軍では大佐まで昇進した。ロシア革命後、1918年9月から11月、人民ポボルガ軍のオレンブルクコサック氏隊長となる。1918年11月から1919 19年3月、独立ウラル軍のコサック集団とスイズラン、不評師団長。 1919年3月から8月、第4オレンブルク軍団長となったが、同年4月から6月のオレンブルクの戦いで敗れた。1919年9月から1920年5月、ボリス・アンネンコフ将軍のセミレーチェ軍の指揮の下、アレクサンドル・ジトフ将軍のオレンブルク軍の北部集団指揮官となる。セミレチエで赤軍に敗れた後、 1920年5月27日、ドゥトフ将軍等と共に中国に渡り抑留された。ドゥトフ将軍が暗殺された後、1921年3月7日、在下オレンブルク軍の指揮を引き受けた。中国当局との圧力を避けるために部下の同意なく部隊を独立軍団に解消し、同年4月、モンゴルに移った。モンゴル遠征中に部隊は消耗したが、 残余部隊はシャラスメシを奪取した。バキチはロマン・ウンゲルン将軍のアジア軍団と接触し、彼の指揮下に入った。ウンゲルンと共同でソ連に対して襲撃を行い、1921年10月、赤軍の第13騎兵旅団を撃破した。その後、残余部隊と共にモンゴルに逃亡。1922年初め、 ソ連内務人民委員部のエージェントにより誘拐され、ソ連に連れ去られた。ノボシビルスクでの公開裁判において死刑を言い渡され、同年5月に重殺。ありがとうございます。